今日は、鶏もも肉を蜂蜜とハーブで焼いていきます。まずは、鶏もも肉に塩をちょっと多めにすり込んでいきます。皮目を上にして、まずは200度のオーブンで、15分ぐらい焼きます。15分ぐらいしましたら一旦取り出して、まずは蜂蜜を塗っていきます。タイム、ローズマリー、くるみをのせて、再度オーブンの中で5分ぐらい焼いていきます。とても簡単ですが、ハーブとくるみと蜂蜜のおかげで極上の味に仕上がります。ぜひ作ってみてください。これで完成です。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。最後に黒胡椒を振って